ルーシ人、ルシン人、ルシン人は、ウクライナ語の方言とされる、ルシン語を話す、スラブ人の民族集団である。ルーマニア、スロバキア、セルビア、ウクライナなど、東ヨーロッパ各地に広く住む。ルーシ人が19世紀から20世紀初めにかけて、ウクライナ人として、民族意識が形成されていく中、ルシン人はそれを受け入れてこなかった少数民族を、期限に持つ。 こうした現象は1945年以降のソビエト政権下のカルパチアやポーランド政府、そして1950年代前半までへのチェコスロバキア政府がルシン人という名称の使用を禁止していたことによる。今ではスロバキア、ポーランド、ハンガリー、チェコそしてセルビア政府がルシン人と公式に少数民族として認めている。2007年、 ウクライナのザカルパッチャ州で初めて独立した民族であると認められた。ウクライナ国内のルシン人がウクライナ国籍を持ち、そのほとんどがウクライナ人としての民族意識を持っているのに対し、現在ルシン人としての民族意識を有している人々の多くはウクライナ国外に住んでいる。ルシン人の数は約120万人と見積もられているが、 そのうち自分がルシン人であると認識しているのはたった5万5千人に過ぎない。ルシン人という民族分類には異論も多く、ルシン人は抗議的なルーシ人であり、ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人とは別の独立した東、スラブ人の一派であるとされる一方で、他方ではウクライナ人の回収団に過ぎないとも言われる。ありがとうございます。